経営の目的は人づくり、永続はそのための目標である。同系一体の人生づくりと経営。第85講義、経営計画を立てる。皆さんこんにちは。永続を考える経営者と後継者のための経営と人間学、道徳経済一体思想、その同系一体思想を。 テキスト同系一体経営言論をもとに学ぶ音声による講義です解説をいたします MBI 講師の久保山です今日も共に学びましょうさて今日から334ページ経営者の使命と役割第4章の第4節経営計画ですね第4節経営計画に入りますその最初の項目経営計画を立てるという内容になります、まあ、この経営計画っていうのはあの 経営計画を立てられている会社もしくは経営計画発表会なども開いているという方もいれば経営計画ってなかなかね作れていないなという風な経営者の方もいらっしゃると思いますしかしこの経営計画というものが同経一体いわゆる永続を考える経営を目指す経営者にとって非常に重要なのはなぜなのかということをまず述べて講義するのが今日の講義ですね さあ、この経営計画っていうのは、まあ実質的には販売計画、利益計画、資金計画、いろんな計画あると思います。それら全部をまとめての総称として経営計画というふうに呼ぶことにします。さあ、このまず経営計画なんですけど、三つ理由があるって言うんですね。この経営計画を作る責務というか、なぜ経営者が、 経営計画を作らなくてはならないのかというその3つの意味があるというんですねそれが334ページからまず書いてあります5行目335ページですね335ページの5行目下の方から第1にここからですね第1にまず一番目には 企業には様々なステーークホルダーですねお取引先様まず一番目は会社の従業員社員従業員がいらっしゃると思います社員従業員さんに対してまたお取引先様に対してまた借り入れを行っているのであるならばその借り入れをしている銀行銀行の方々そういったさまざまなステークホルダー自分たちの存在を支えてくれているそういった存在に対して 経営計画を発表する責任と義務があると言うんですよねどんな計画を立ててこれから進もうとしているのかそして実績はどうだったのかこの情報開示これに応える必要があるこれがまず一番目二つ目は自社の人づくりにとって必要だからって言うんですよね 前回ビジネスモデルの話が82講義からありました。その前には経営理念の話がありましたよね。結局会社のトップを中心としたまあトップつまり社長で99%は決まるということなのですから会社の社長になった立場の人間が会社をどのようにしていくのか存在する意義はここにあるんだそして私たちの会社の使命はここにあるんだというものを 経営理念というものにまさに魂の叫びというような、ね、表現がありましたけれども経営理念として文言化すること非常に大事だとそして文言化したら文章化したら名文化したらそれを伝えていくことが大事なんだで伝えていくことのさまざまなやり方ってあると思いますメッセージをね毎日発信するとか朝礼を行うとか こういったことを通じて永続を考える企業経営者はこれを行っていかなければならないって言うんですね。そして3つ目です。3つ目は経営計画を作ってそれに対して努力を重ね目標を達成していくということは経営者自身の自らの甘えを断ち成り行き任せになることを防ぐって言うんですね。 まあこれは会社の経営者だけではなく人生個人の人生もそうじゃありませんか1日の計画が全くない時っていうのはまさに成り行きまかせの1日になりますよねもちろん例えばいわゆるホリデー休日ですねお休みの日に今日は1日何にもしないでゆっくり過ごそうというようなこととは違います1日の計画が何もない1日と 計画一日の計画をきちんと決めて今日は何をすると決めている一日というのは終わった後の一日の達成したもののそれから充実感全く違うのは当然ですよねですから会社経営者は自らの甘えを断つためにも1年間の計画を立て1ヶ月間の行動目標を立てそして日々の実践と目標達成に向けての行動が出てくるんだということが 書いてあるんですね。つまり3つ。まず経営計画を策定する使命と役割があるその1つ目はステークホルダーに対する責任と義務があり2つ目には自社の社員をどのように人を作っていくのか育てていくのかということの指針となりそして3つ目は自分自身に対しての戒めともなるということがまず基本的な3つの考え方だっていうんですね。 ところが、まあ、こ,のなこれを聞かれている方々の中にも経営に携わっていながらなかなか経営計画って作ることが、ね、できないんだよなっておっしゃる方335ページの終わりから4行目に書かれてますねその通りのことがこう書いてあります小規模小規模。小規模企業の経営者や個人経営家業経営の方々は作成を怠る例が見受けられます。ビシッと書いてありますね なぜならば1つ目作ってね経営計画を苦労して作ってもどうせ形だけのもので的、ね、中しないんだからというような理由がね挙げられるって言うんですよ。まさにこれがね成り行き任せの経営、ね、これからねまずは抜け出しましょうって言うんですね。小さいこと小さいからしなくていいではなくて。 小さだからこそ工業経営だからこそ,業経営だからこ,そこういったことをきちっと、ね、経営計画を立て利益計画を立てそしてそれを達成していくことによって大きくするということではなくて自分たちのの会社の可能性が広がが広るるとうことにつながるんです,、ね、ですから経営計画は予定や予想ではなくてこれは経営者の意思を示す計画なんだって書いてあります。 そ季語、ね、のこれ経営計画は立てるけど我が社のような小さな会社とかはねお客様次第で変わるし、ね、売れたり売れなかったりするし客が来たり来なかったりするしそして景気が変わればね景気で景気の変動によって売れなくなることもあるんだからまあ経営計画を作っても 機上の空論、ね、机の上だけの空理空,空論に終わることがあるよねというふうに、そういうことを理由にすることが多いって言うんです。ね、まさにそういう点もありますよね。もちろんそうだと思います。予算は達成しなければいけないけませんけれども、さまざまないろんな要因が日々起こってきますよね。まさにコロナウイルスの感染拡大によって世の中が一変したなんていうのは本当に想定外。 以上の大きな変化だと思います。けれども予測不能だからこそ経営計画の策定が必要だ。なぜならばその経営計画を立てたその予定ね予定目標計画その差をどう埋めていくのかというために経営者は素早く的確な対策を講じる必要があると。そして、 ここにも書いているように素早く正しい道に戻るための努力というのは計画なしにはそれが生まれない修正案も生まれないということですよね。そして第三の理由としてこれ非常にこれが多いと思います。第三番目の理由としてこう書いてます。第三の理由としてって書いてありますけどね経営計画の策定などという面倒なことをしたくない。 自分たちは毎日食べていければそれでよしという考え方がね経営者の中にあるっていうんですね。どうでしょうか、ね、経営計画なんてうちみたいな小さな会社には必要ないよとおっしゃってるもしくは自分自身の心の,か心の中にもしくは考え方の中にそういった考え方がもしあるとするならばそこからまずスタートしてまず最初に経営計画を立てて そして今日一日の1ヶ月の行動計画を立ててみませんかという提案もここに書いてあるんですね。なぜならば「成り行き任せの経営」というのはこの同系一帯の中にもある実践の原理の中にもある自助自立の経営原則これにもね反しますよと。自分の足で立つんだと人任せや環境にね それを理由に自分たちの売り上げが悪くなったとか利益が出ないとかそういった環境や要因を理由にするのは簡単だけれどもそうではなくてそれすらも乗り越えていくための力というのはここから生まれるんだっていうんですね。ですから環境を理由にするのではなく自分たちの資産人 ね、持っているもの税ねいろんなものは未熟かもしれません社員も未熟かもしれませんそして自分自身も未熟かもしれません経営者自身がねしかし自分たちが持っている資産の欠点や端緒を見るのではなくてどうしたらこのね今の資産人を含めた資産の中でどうしたらこの難局を乗り越えることができるだろうかというのは計画なしには生まれないって言うんですね。 この335ページからのこの段落、ここにですね、336ページになりますね、6ページの終わりの方からこのように書いてあります。段落でね、計画を立てるということは、ここにこう書いてあります。計画を立てるということは、求めるということです。これは非常にね、心に響く言葉ですね。 計画を立てるるとととといいううここは求めるということです経営者が求めるということです。求めないものは実現しないというのはいつの時代いかなる状況にも通じる心理ですから計画を立てないようでは好業績というのはありえませんよと棚からぼたまちはありえませんとまずは経営者が求めるその求める目標というのが計画につながるんだ。 いいう,うに書いてます336ページの終わりから3行目にはね「えー、孔子の、えー、これ大学」ですね大学という,う昔のね古典の中から言葉がおよそ「言葉をあらかじめすればすなわちたち」という言葉がありますけどそれをね口語訳してるのがページから書いてますこれはね非常に戒めにしたい言葉ですね。全て物事は あらかじめ事前によく考えておくと立派に成功するが事前によく考えもしないで始めると失敗するものである例えば何か意見を言うにもそれが前もってしっかり固まっているならば途中でつまずくようなことはない何か事業を起こすにもそれが前もってしっかり確定計画ですねしているなら途中で苦しむようなことはない 何か行動するときも前もって計画が定まっているなら途中でくよくよと迷うことはない進もうとする道も前もってよく考えて確定しているならば行き詰まって進めなくなるということはない、ね、このように書いています本当にその通りですねそして広池竹郎もけもちろん道系一体ですから道徳人の何か役に立って人を益し 喜ばすにはどうすることかを思うその心を持って道徳を持って経営に携わることが大事だけれどももう片方の側面である経済経済っていうのをないがしろにしてはならないということをねそこ337ページね終わりから4行目のところに書いてありますね。 経済を捨てて救われた魂は人間社会に用なし、ね、経済を捨てて救われた魂は人間社会には用なしって言ってるんですよ道系一体を推奨するこの広池竹郎が言ってるんですよ経済を捨てて救われた魂は人間社会には用はないそれは死者と同じだって言うんですよ死んでる人間と一緒だ死者を作ることは罪悪だ 結局人間生活というのの問題は経済に帰着している。ゆえに、実地に経済計画のできぬ人は人を指導する資格なし、お話は空論なりという厳しい言葉をね投げかけられていますよね。道徳経済一体と人作りだ。人作りが目的そのものであって、そのために会社というのは公設機関としてあるというようなこの道経一体、 一体を提唱した広池竹郎がされど経済を捨てて救われた魂というのはね役に立たないんだとおっしゃられていますそして最後ですね338ページの終わりの段落にこのように書いてあります、ね、同系一体の経営を目指す経営者はまず 良い会社いい会社を作ろうと強く思わなければならないって言うんですよ。この道型一体を学ぶ中でね、よし、永続をするために、永続を実現するために、そして永続を実現させながら、社員と共に自分自身も育っていくために良い会社を作ろうということを本心で思わないと駄目だって言うんですよ。ね だからこそ成り行き任せの自然それはねいい会社って成り行き任せではなりませんよなりませんよって言ってるんです経営するからには経営計画がどうしても必要だと同系一体の実践には必ず経営理念がありそして経営理念を実現していくこの経営計画が間違いなく必要であるそのことがこの経営計画という第4節第1項 経営計画を立てそのことの重要性に書かれています。今日は以上で終わります。またお会いしましょう。